私の一部分。ボクシング元ヘビー級チャンピオンマイク・タイソンさんがドキュメンタリー番組アメリカの動物専門チャンネルで、鳩は人生の一部だと話しました。タイソンさんはなぜだかわからないが、説明するのもおかしな話だが、人生で初めて愛したのは鳩だと告白しました。いいですか。はい。すげえな、鳩は私の一部分っていうタイトルで、はい、マイク・タイソン氏が来ましたでしょう。これちょっと2500パー買ったらしいです。すごいな、川島直美のワインは私のワインが流れてるのみたいな。私の体は鳩でできてるのって前変わります、ね、マイク・タイソン。かわいいわ。対決の時にババーンと出してほしいね。なんとかの貴公子。私の体は鳩でできているマイク・タイソン。毎日その登場、そのリングに登場するところにバタ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 。マイク・タイソン幸せかもしれないですけど、あともうめんどくさい、めんどくさい、めんどくさい、ずっとなんかバタバタいるな。まだ一匹ある、まだあそこにいますね。まあね、そうか、ハト好きなんだ。大好きみたいですね。そこにタイソンと新沼謙治のあの共通点があるね。新沼謙治さん、ハト好きじゃん、ものすごい。そうなんですか。あの人もものすごいハト飼ってるじゃないですか。知らなかった。多分なんか共通、なんか DNA 的なものを調べてみれば同じような何かがなるほど、ね、その中に入ってるんですよ。はいはいはい、ハトが好き。だからね、そういうのを思うと何が好きっていうのって、はい、なんかこう人によって組み込まれてる何かがあるんだろうなっていう気も。しませんか。特に熱帯魚とかにハマる人って、ああそうですね、まあまあまあ、やっぱり何か、まあ、別に犬とか猫っていうのは全般的に分かりやすい可愛さっていうか、ああう、ね、まあ身近というのもあるけど、ああそういう例えば爬虫類であるとか熱帯魚であるとか、ああ金魚とか、ああこのランチュウガネとかさ、なんかこの恋がさっていうのって、まあ、なんとなくこう素人にはずっと、ね、はい、ああいいですねぐらいのなんかこうどんなに何百万と言われようが、何百万あったらそれ買うかって言われると多分買わないだろうなっていうふうに思ってしまうだろうなって思ったりするはするんですけれども、でもまあそうか、マイク・タイソン最近何やってるのかと思ったら、じゃあ鳩飼ってましたね、トレーニングしてました。で、鳩レースにまだね、参加はしてないんですけれども、うん、ま、今後、うん、一応、ま、トレーニングさせて、こう準備をしっかりして本番にうまく生かしたいと。鳩のボクシングに。違う、クルパパ、クルパパ。まあ、普通上でもそういう世界チャンプとかは、ね、名トレーナーになっていくというのがあるけど、ほうほう、鳩のトレーナーになるっていうのはマイク・タイソン初めてかもしれないね。はい、そうなるとでも確かにスポーツ選手って第二の人生っていうのを考えなきゃいけない部分があったりするじゃない。スポーツ選手じゃないけど、あれなんだっけ、あのホームズ、名探偵ホームズだったら、はい、あの第二の人生って確か4円あの蜂を育てて、ほう、その蜂蜜取って暮らすっていう、よよその、うん、あのなんだ、その原作の中では確かそう、はい、そうなってたと思う。あ、そうなんですか。でアルセーヌ・ルパンの方が、はい、バラ園を作ってバラの世話をして暮らすっていう、あらー、名探偵を育てたり、新しい怪盗を育てたりとか、そっちの方には行かない、行かなかった、行かないんだな。やっぱ第二の人生っていうのは大事なんで、その武藤の第二の人生を考えてる。上野のパンチじゃないことを祈ってます。そう中に入って今まで武藤の中にずっと入り続けていただいたから、はいはいはい、これからはあのパンダの中に入って、ちゃおかしおかしおかしで、初めてなんか人気者になって、中職人、うわ初めて人気者になったっていう感覚が、切ないわ。そうだな、自分の人生もだからそう考えるといろいろ第一第二第三っていう風に、はいはい、区切りがついてるような気はするけど、20代とか30代とかっていう風に考えていくと、はい、うん、でもまだきっと第一の人生が続いてるんだろうな。ほう、第二の人生かまぼことかなんかそういうの作る。急に結構なっていけたらマッキーのメノさんいきましょう。以前某ミスタードーナツでアルバイトをしていた友人から、某じゃないですか、聞いた話です。ポンデ醤油を頼む際、必ず店員さんに醤油でポンくださいというおばあさんがいたそうです。ミスドでは店員さんが商品名を復唱しなければいけないそうなので、友人は毎回どう対応すればいいのか困っていたそうですと、うん、ポンデ醤油かわいいな、醤油でポンください、うん、まあでもポンデ醤油っていうのを聞いてるから、はい、当たり、まあそうなんだなって思うだけで、はい、醤油でポンだったら多分醤油でポンになるんだろう。まあ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 、最初にそう聞かされてれば、そうですね、醤油でポンで、ポンデ醤油、
ポンで焼酎とかだったらね、安すぎますわ、ね、すごい悪酔いしそうな、なんかいろいろちゃんぽんされた最悪だよ、うわーもう、うわーもう、まあ、八尾大将も焼酎が好きですね、大好きですね、今週末あたり、結構飲むんじゃありませんか、あららららら、うん、八尾大将に星丸中佐がいますからね、えらいこっちゃですね、結構飲むんじゃありませんか、朝までコースですか、焼酎でポンって感じだうわぁ、中杯の中は焼酎の中だよね、おそらくそうですね、ハイは何なんだろうね、ハイボールの杯、ハイボールの杯か、あ、そうかそうかそうか、あ、そうか、杯とかそういうことじゃないんだおかしおかしな話だよなっていうそれ普通の焼酎じゃねえかっていうふうに思ってたんだけど、ハイボールの杯、ね、急になんかいろんな世界の方々が中杯で杯って可愛いですけどね、うん、オムライスはライスとオムだからっていうふうに考えると、はい、オムレツは列って何なんだろうとか、ね、考えてましたけど気になりますけども、言ってくと何でもできない、もう一個いいかな、花ちゃんさん、源水さん、ムーダさん、お疲れ様です、お疲れ様でございます、私のお母さんの話、一生懸命にニコニコさんの伝説の番組が面白いと熱く語ってくるのですが、ほう、ニコニコ、あ、ココリコねと、ま、これ軽いジャブです、なるほど、で中華料理の某ファミレスでとあるスープを注文、まさかと思いおかんにクイズ、このフカヒレのスープってフカって何の魚だ、おかんの答え、大きな声でクジラどうした、えってなりますよね、お二人のお母様こんな天然ボケあります、うちはあんまないけど、でも確かにまあ、クジラがちっちゃくなったらイルカって言うじゃないですか、まあ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 、まあ、うん、って考えれば種族的にはね、種族的には同じなんで、はい、まあ深近いっちゃ近いってことなるほどね、近いっちゃ近いってことニコニコさんって面白いと思いますね、ニコニコさんのってニコニコさんっていう芸名もいいかもしれない新しいですね、ニコニコさん激怒っていう風に何かで荒れ狂った時にニコニコさん激怒っていう風に見出しがおよっと踊ってたらちょっと面白いんじゃないですかなんでお前その芸名にしたんだよっていう風になるんじゃないかなと。うわ、久しぶりに素で笑ってもらったわ。まあでも、わ、あ、そうか、ワクワクさんって言ったじゃない。いましたね、なるほど。ワクワクさん自体が、前なんか NHK のさ、これなんだっけな、教育フェアかな。その時に、前の出番がワクワクさんだったんだよ。はいはいはい。でその時にさ、ずっと僕、出番待ってて、はい、で、誰なんだろう、この人ってずーっと思ってて、パッと丸い眼鏡かけた瞬間に、あ、ワクワクさんだ普段撮られてるんですね。普段やっぱり撮ってるみたいな。普段からあの丸眼鏡かけてねえだろ。ね、普通に考えてもうわワクワクさんだっていう風に思って、はい、まあ、声もかけなかったけど、ね、はい、すごいな、メガネ一つであんだけ人って変わるんだっていう風に思って、うわ、うん、でね、だから手塚治虫も昔は、はい、なんだろう、そのベレー帽を、はいはいはい、戦争する時ベレー帽脱げばいいっていう風になるらしいですよ、なるほど、うん、そしたら絶対誰かに気づかれるっていうことはないんだそうはあ、さあ今日も何日なんだろう、もう結構間近に迫ってまいりました、ね、そうですね、この帝国キネマクラブ、はい、武藤の第2の人生がキネマね、キネマねって何です、ね、元帥の第3の人生がなお、ある意味第1第2第3だとこれ第3かなっていうふうには思ったりするね、はい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 、うん、なるほど、第1の人生でわりかしもう全部帝国、はい、帝国以外やらないっていうのが第1の人生だったら第2の人生ちょっと離れてみて、はい、で第3の人生っていうのは全ての垣根を外して全部今までのことをでこれからをもう一回作っていってみようっていうのがきっと第3の人生、なるほど、っていうことは結局第一の人生がまだまだ続いてるぜってこともあるのかもしれないけどね、かまぼこ作れるようになるじゃあ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 紅白でお願いします、お相手は元帥こと楠本修正とムータンこと武藤優作でした、また明日お会いいたしましょう、バイバイ。